じゃあキーワードは学習理論、英語で言うと先生、学習理論ですけども、うん、学習は learning、うん、勉強することですね、うんうんうん、教育は education ですけど、うんうん、理論が theory、はい、けど今回の英語でのキーワードが learning theories、うん、複数形、あ、複数になってますね、ですけど、この番組はよく一つのテーマ決まってなんか詳しく、はい、詳しくなら悪くても話しますけど、ね、20分ぐらいですからね、そんな触りぐらいですけど、はい、でも教育とか学習の理論が数えないぐらいありますけど、うん、複数形の全部でも昔から、うん、まあ、5つ4つぐらいを簡単に紹介したい、主要なこう学習理論があるわけですね、うん、そうですね、教育を学んでる人には当たり前な理論があるわけですね、そうそう、僕の知らない、はい、うん、でも なぜそのこと必要ですけど、例えば議論聞きたいと思います、はい、質問ですけど、はい、勉強するときには、はい、習いときには、うん、なんか勉強やり方ありますか、うん、一番好きの習い方がありますか、あ、なるほどね、うん、自分 の, そういうこういった学び方がいいっていうオリジナリティがあるか、そうですね、なんか例えばなんか新しいことを習いたい の,、うん、の時にはどうやって習いたいですか、なんか読みたいですか、なんかテレビ見たいです、誰か教えてくれたいですかとか、なるほど、なんか僕からすぐやってみたいのことですか、僕はね、うん、どっちかっていうと専門の人に話を聞いてみて、どういったものですかっていう、まず概要を聞きたいかなと、その後に自分だけでやりたいタイプですね、でもさすが研究者ですけど、なんか勉強したいのはまず専門家探しての方がいいですよ、詳しくしてる人をちょっとなんか話聞きましょうとか、ね、うん、誰か押してくれたいのかとですけど、なんか聞きたい、うん、でその後はなんかやってみたいですか、まずは自分だけでやってみたいかな、こう自分だけで見て、こうしろああしろって言われるのがもうすると、ああもういい自分でとりあえずやってみて、で分からなくなったら聞きたい、うん、やっぱり専門家に聞きたい、そうですね、専門の人に、うん、まあ、ここどうなってるんですか、特別能力のある人を聞きたい、僕はどっちかというとそうかなとは思うんです、それは伝統的かなと、あ、そうですか、かな、うん、でもそれ勉強、それやり勉強やりたいです、やり方もありますけど、うん、でもそのやり方一番いいだと思いますか、うん、専門家聞いてやっか見てるとか、うん、本当に早くうまく習いますか、どうかな、で君は、僕はどっちかというと習うより慣れろで、うん、先に自信ありますね、経験積んでいきたいなと思いますけど、でも例えば専門家からなんか習いたいなことありますけど、はいはい、でも情報だけ教えますけど、はい、でも習い方あなたのためには、うん、頭に入れるかどうか、そのこと多分この専門家は知らないかもしれないです、僕がどれほど知ってるかどうかは、うん、分からないと、ね、その情報だけがつってます、うん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 、でもあなたのちゃんと習うかどうか、まあ、あまり理解できないと思います、そうですね、僕の習熟度っていうのが、まあ、全然分からないかもしれないということです ね、うん、ね、それから今日はその質問を考えながら4つ、はい、いきます ？4 ついきます？わかんないですけど。行ってみますかね。紹介したいと思います。はい、その紹介することが、はい、時間的に紹介します。うん、一番古いからどんどん、うん、少しずつ全部がダミではないのことありますけど、うん、残りながらね、進化みたいなのこともありますけど、最初の方は、はい、behaviorism。うん、ビヘイビュリズムということが、先生日本語で何ですか、こっちが書いてありますけど、行動主義ということですけど、行動主義ですけど、心理学の近いことです、なんか人々がなんか教えたらどうやって変更ありますか、うん、なんか見えるのこと、うん、動作が違うですか、うん、なんか振る舞いの意味ですか、はい、ビヘイバーね、うん、なんか変更ありますかのことが、うん、そのこと見えないとか勉強のことできなかったの、うん、なんか理論です、あ、なるほど、教えたことによって
行動が結果的に変わってるよと。そうそうそう、それで分かってますけど。なるほど。あの昔々の例がありますけど、うん、あのロシア人の名前ですけど、はい、パブロフ。パブロフの、日本人はパブロフのって言えばパブロフの犬なんですよね。パブロフの犬、そうですね。英語でパブロフ's dog。そう、パブロフの犬、まあ、パブロフよりパブロフの犬の方が有名ですね。その話分かりますか？ちょ、みんな、これで、ね、なんかありますか？1903年、ロシアの生理学者、ユアン・パブロフによって犬に餌を与える前にベルの音を、鳴らすことで次第にベルの音を聞くだけで唾液を分泌するという条件反射の研究観察が元になった理論であると。そう、基本的にパウロが犬飼いました、うん、あのたくさん、はい、いっぱい？パブロフはドックスなんですね。そうですね、ドックス。そうですね、一匹ではないですけど、いや、数えないくらいいます。パブロフの犬たちなんですね。犬たちですね、はい、英語でパブロフドッグス。なるほどね。そう、なんか犬が勉強できますかということは、はい、理解したいなことですけど、はい、あのベルがピーンが持てました、はい、なんか壁が見えないのように餌出しました、はい、でも多分匂いも分かるかもしれないですけど、うん、でも食べる可能性になったら前にはベルがピーンということになります、うん、そう、うん、犬がピンっていうこと。先生、日本人は大体チーンなんですよ。チーンですか。ピンって言うないですか。ピン。それアメリカ人はピンって感じなんですか。実はディン。ディン。ディン。日本人はでチーンなんですね。はい。チーンですね。そうですね。私はアメリカ使ったらディンですけど、日本ではピンってなっちゃったんですけど違うんです。チーンなんですね。チーン。でもディンって言ってください今日は。やりやすい方がいい。ディン、ディン、チングはあの金を出すの音です、アメリカで。あ、なるほど。だからあんまり、うん、日本人のチンは多分あのなんかちっちゃいなんか銀色のやつのチンってなんか、うん、なんかこんな感じで。そう、ギヨン。ディンでいいですよ今日は。はい。はい、いつだけあの擬音だけの話したいですか。まあね。かね。そうですね。あの。ディンということが犬が聞こえたらすぐ餌が食べれるのことを出しました、はい、壁が上にいて開けて食べることがあります、はい、うん、それも何回も何回も何回もやりました。ディン食べました、ディン食べました、ね、なんか犬がどうやって分かるのこと、理解のことが分かりますか？音が鳴ると食べれる、食べれる、うん、でも犬が音が聞こえたらすぐ食べれる、うん、理解できるのことがありました、うん、あのなんか機械がつなぎました、うん、あのその機械が唾液、はい、唾液を測る、そう、どのぐらい唾液出れる、うん、分かるの機械がつなぎました。なのでいつも普通のことも出ます、うん、犬がよくありますけど、でもディーンという聞いた後にはその何回も後にだらけは、まあ、唾液がね、たくさん、うん、たくさんが出ました、うん、あのその犬があのその音と食べるの時間は習いましたのことの、うん、できました。なるほどね。ちょっといいですか？はい、日本人はディーンってなっても多分唾液出ないんですよ。日本人が唾液が出るのは何ですか？橋本くん。梅干しです、ね、梅干しなんですよね。ああそうですか。梅干し見るともう酸っぱいという頭があるから、でもシュワーって出てくるんですよ。はいはいはい、うん、まあちょっと言うと、まあそれあのそのこと少しずつ習いましたですよ。あのそうそう、体験としてね、そう、うんうん、経験ありましたですけど、そうそうそう、経験経験、それは体験何回もありますし、はい、それ教育つなげましたら、はい、あの質問を教えて答えを教える、うん、なんかそれ何回も何回も何回もあります。それ後で試験を上げて、はい、その試験をちゃんと答えられるのことは、はい、あの確認できました、はい、でその考え方よ、パブロフ・ドッグの近いのことはあります。それが行動主義ってことですか、うん、何か教えることによって行動が変わってくるよっていう、そう、それ目標は答えを教えるのことです。なるほど。あのそう、あまり質問必要ではないの考え方がありましたら、そのことも教えて教えて、で試験あげて、その試験が答えできましたら、
まあ、だらけ出れるぐらいのことを分かりました、はい、それはあの動作とフレーム前のことも関係あります、うんうん、なるほど。まあ、単純なテストですよね。そうっす、教えてテストを答えれると、うん、それを何回も繰り返すと。でそれはなんか講座のよく使います。これだから教えた前の先生のなんか専門家のなんか聞いて、はいはい、なんか勉強したいのことがあります。その近いですけど、なんか情報が伝えるスタイルのこともありますけど、なんか聞くだけ、なんかあなたはパッシブということ、あんまりあの情報だけ入れるのこともあります、うんうん、なんか犬のことはディーンというだけのこともあります、はい、でも一番古いの、はい、それがね一番古かった。でもそれ一番なんていうあまり説明できないなことがあります、はい、頭の中のことが分からないです、はい、僕がどう考えているのか、うん、あのね、学生がどう考えているのかっていうのは それじゃ分からないですよ ね、 そうですね。例えば、うんうん、パブログの犬を考えたら、うん、ディーンというはで例えばそれ犬がなんていう唾液、うん、唾液がないの犬います、はい、うん、でディーンということは朝あげてくる、はいはい、でもそすぐ食べれるのを確認理解できるか確認できないのことがあります、はい、でも多分頭の中に分かるかどうかの考え方も、うん、まあ、そういう経験がないんですよね。の理論が、うん、の進化のことになりました、うん、そのことがカグネティズムということです。認知主義、あ、これですか、ね、認知主義、認知主義、うん、それ頭の中には習い方をいろいろ勉強しますけども、うん、その関係ありますけど、うん、なんか脳みそ の、 この脳みそのことどの領域で何を学ぶのかっていうこのラジオにはそぐわないものが出てきましたよね。でも基本的に頭の中に、はい、あの何を考えることが、はい、あの何を見ること、何を聞くことが、はい、いろいろ部分があります、はい、例えば部位ね、部位、一、うん、多分一番後ろが、うん、目が見えることが、あ、後頭部の方ですね、あります。あの匂いも、あと、うん、でも一番前手前のは、うん、はい、あのデコの方、深く考えるのとか、あの数学できるとか、はい、そのことも、あのこともあります、うん、でそのことをいろいろつなげてますけど、その理論、うん、頭の中には、うん、なんか勉強になりましたら、でも理解しにくいのことになります、うん、でも何の試験がありましたらとか、うん、そのこともあの 増えてましたですけど、うん、でも教育の関係ありましたですけど、うん、あの前のビヘビアリズムが、はい、行動主義、答えが必要です、はい、カグニティズム の教え方がありますが、はい、一番大切が質問、僕が橋本君に教えます、うん、橋本君が質問する、そう、質問を作る、質問を考えるのことが一番大切です、はい、考え、あのちゃんと質問を作れるのことはすごくなんか深く考えるのこともありますけど、でも頭の中のことです、あの、あまりその質問だけ考えたら動作とか触れないあまり見えないのこともありますけど、でもちゃんといい質問が作れるがなんか教えてる方からの質問ですか。そうあのそうそうですね、あの習ってる方から質問の方が、答えより質問の方が必要なことになります。なるほど。たまに言いますけどね、うん、答え分かってるのにあえてあのセンスのいい質問してんだろうなっていう学生。でも前のはあの答えが分かったら、はい、なんか終わりの感じあります、まあ、そこでねテストを点数つけて終わりですよね、はい、でも質問の方が必要な考え方ら、うんうん、なんか答えが見つけてはあまり終わってない、はい、まだ質問があります、まあ、そのこともあります、違うのこともありましたとか、学生の方から、まあ、今後の場合橋本君の方から僕の方に質問が、質問ありますか、え？なんかいい質問があったと、はい、で僕は答えるんですか、まあ、いいです、うん、でもあなたどうと思いますか、うん、それよりもなんか答えを分からなくても、その質問が
考えましたら、すごくなんか習えましたとか、頭の中にはなんか理解できました、あのそこまで聞けるぐらいのこともありましたら。でもそれ点数化しづらくないですか？難しい、うん、難しいでもあの頭の中にはなんか、でも質問のいい質問悪い質問はちょっと点数つなげる、はいはい、まあね、そこは分かるんですよね。ああいい質問だなとか、うん、そのぐらい分かるんですけどね。でもなんか意見がつなげるんですけど、うん、前の答えのことはこの答えしか答えないと、うん、点数がね、点数がないですけど、悪いというね。でもこの質問の考えの場合にはなんか鳥の先生が0点の可能性あります、うんうんうん、先生、そう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 、僕の先生なんか、うんうん、満点の可能性もあります、うんうんうん。でも深く考えないとはあの進めないの状況にあります、うん、あちょっと時間ですけどももう一つぐらい進めるかな。もう一つぐらいいきます。認知主義難しかったですね、やっぱり。でもあ、うん、なかなかやっぱりちょっと難しいな。で次は、次は、うん、あどっちしましょうか。どっち行く。簡単の方がいいと思いますよ。簡単の方ですか、うん、じゃあこれしましょうか、はい。これは、まあ、最近ではないですけど、いや難しいと思うんですけど、社会学習理論、そう、ソーシャルラーニングということですけど、それはあの、まあ、頭の中ではない、うんうん、あ答えの勉強することだけではない、うん、チームで、うん、社会で勉強することが必要な理論です。新しいんですか。あの、まあ、他の今の説明の比べたら新しいですけど、はい、まあ、100年ぐらいですけど。え、100年それでも、うん、そうですね、はい、結構前からですね、うん、でもその関係は、うん、フォーマルとインフォーマルラーニングの関係あります。先生多分前の話ありましたね。やったな、それ。フォームとインフォーム、そう、フォーマルとインフォーマルラーニングがありますけど、フォーマルが授業に行って、はい、先生が講座します、はいはいはい、その情報がフォーマルのことですけど、はい、あのあなたはこれを並んでほしい、うんうん、習ってほしいね、理解してほしい、うんうん、でもインフォーマルが基本的に毎日勉強することあります、うんうん、あの外いて、うん、あどこか行きました、行き方法が分かりました、うん、それなんか勉強になりました、普通に人生の時にですけど、はい、職場のこともありますですけど、うん、あの前の言葉出ましたですけど、シャドーイング、あシャドーイング、うんあ、これ、え、これ、これ、そうですね、ソーシャルラーニングな、他の人がチームで勉強することのつなげましたですね。人をこう見習いみたいな感じですね。そうです。なんか、さっき見たら、シャドーイングか。シャドーイング。シャドーイング。あ、そう、ジョブシャドーイングもありますですね。なんか一般的らしいですね、アメリカで。そうですね。このシャドーイングは、シャドーは影。影ね。の意味ですけども。シャドウィングが動詞になってシャドウになること、シャドウになられる。でも多分イメージ よく分かりますな、はい、そう、仕事のやり方を勉強したいの場合にはその仕事をうまくできるの人が影になる、一日か一週間ぐらいずっとついて回ってってことですね。でも日本なんかさ、なんか調べた、あのキーワードこれだったのでちょっと調べたら、なんか日本では語学でなんかシャドーイングっていうことなんか検索したら出てきましたけどね。どうですか、あの バイトありますけど、あ、塾ですね、はいはい、シャドーイングということ。あ、塾ではしないですけど、そうですか、高校の時英語でシャドーイングとかしました。あ、先生が言っていること、はい、じゃあちょっとやってみます。え、できます。もう大学でシャドーイングしますか。授業で先生ちょっと彼の英語力を見てやってください。ああ、英語の力ですか。あ、あの私の英語の授業入ってますけども、はい、あの最近リーダーシップの話なんですけど、うん、はいはいはい、だ教育のこと、私の授業の中にはみんななんか考えてください、考えてくださいのやり方もありますけど、はいはい、いいリーダーは何のことしますかと質問がありますけど、うん、はい、What do great leaders do?、うん、シャドウイング どうですか、なんか答え覚えてますか。答えですか。答え、いやちょっと今はパッと great leaders say 何々、覚えてますか。 great leaders say what they are 何でしたっけ。 B から B
be believe believe、oh. ah. great leaders say what they believe、oh. とかとかこれシャドウイングじゃないですよ、ね、あの英語の発音でシャドウイングもありますですけど、繰り返すの言葉 great leaders say what they believe ですけど、なるほどね、うん、だアメリカだとその語学でこう真似するっていうんじゃなくて、実際に仕事するときについて回って、うん、でその人がやってることを見て学ぶと、 それがシャドーイングなんですよね。そうです、世界です、うん、なるほど。ちょっと先生時間がね、結構すみません、今度で進めましょう。今度あのやろうと思ってたら何かありました他、まあ、あのもう一つ二つありますですけど、うん、あの詳しくのことも今度そうですね、またどっかであの時間作ってやりましょうかね、はい。